ジョー・マーカス・ジョンソンは、アメリカ合衆国のアーカンソー州リトルロック出身のバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。リトルロックの高校を卒業した後、アーカンソー大学に進学。1年目の1999から2000シーズンから16.0得点5.7リバウンドを記録するエースとして活躍し、 a p 通信選出のサウスイースタンカンファレンスの新人王などに選ばれた。大学では2シーズンのみプレイし、2001年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトではボストンセルティックスから全体10位で指名を受けた。ルーキーイヤーとなった2001から02シーズンは38試合中33試合で先発したが、 ジョンソンのプレイ時間はセルティックスが九百九十五年以来のプレーオフを狙うにつれて減っていった。シーズン半ばの二千二年二月二十日、ジョンソンは他の選手と一緒にフェニックスサンズのベテラン、ロドニー・ロジャース、トニー・デルクトの交換で放出された。サンズではアンファニー・ハーダウェイと先発の座を争ったが、ハーダウェイは怪我がちなため、ジョンソンには三十分以上の出場時間が、 与えられるようになり、自然と成績は向上した。ルーキーイヤーの成績は77試合のうち60試合に先発出場し、7.5得点3.3リバウンドの成績でオールルーキーセカンドチームに選ばれた。ハードウェイとの出場時間の奪い合いは、翌2002から03シーズンまで続いたが、2003から零四シーズン途中には、マイクダンーニがヘッドコーチに就任し、 エコー・ジョンソンは不動の先発 SG に定着し、成績は大幅な向上を見せた。このシーズンは平均16.7得点のアベレージを残したが、一方チームは不振に陥り、プレーオフ進出を逃した。翌2004から05シーズン、サンズがスティーブ・ナッシュを獲得したことがジョンソンにとってもサンズにとっても大きな契機となった。ナッシュを中心に、 ランガンの攻撃的なチームに生まれ変わったサンズは、このシーズン大躍進を果たし、62勝20敗の好成績を残した。ジョンソンは平均得点こそ17.1得点と前、シーズンと比べて大きな変化はなかったように見られるが、スリーポイントシュート成功率はそれまでのキャリア平均を大きく上回る47.8%を記録し、これは、 リーグ全体でも2位の記録だった。ジョンソンは一躍名シューターとしての地位を固めたのである。ジョンソンのスリーポイントシュートは、ロングシュートを多用する弾頭にの戦術には欠かせない武器となり、チームの大躍進に大きな貢献をした。またオールスター前夜の NBA、スリーポイントシュートアウトにも出場を果たしている。プレーオフでは、カンファレンス準決勝ダラスマーベリックス戦の第2戦で、 ダンクシュートを決めた際に顔から落下し、左目下の骨を骨折。翌日手術を行いしばらく欠場を強いられたが、スパーズ戦の第3戦からフェイスマスクをつけて復帰した。前年チャンピオンのサンアントニオスパーズとのこの対戦は1勝4敗で敗れた。ジョンソンにとってもチームにとっても最高のシーズンを過ごしたが、しかしオフにフリーエージェントとなったジョンソンは、 チームとの再契約交渉に折り合いがつかず、その後、サイントレードで、ボリスディアウト将来のドラフト1位指名権との交換で、アトランタホークスに移籍することになった。アトランタホークスでのジョンソン強力なシューターではあったが、サンズではあくまでサポーティングキャストの一人であり、年俸200万ドル程度の選手に過ぎなかったジョンソンが、 ホークスへの移籍でいきなり1000万ドルプレイヤーとなったことは当時は大となった。ジョンソンには低迷するホークスを立て直すエースとしての活躍が求められた。ホークスに加入して1年目の2005から06シーズン、ジョンソンは1試合平均20点得点6.5、アシスト1.26スティール、3ポイント成功数128、出場時間40.7分などで、 チームトップとなった。彼は2005から06シーズンに20得点以上、6アシスト以上を挙げた5人の一人となった。2月1日のシャーロット・ボブ・キャッツには15得点10、リバウンド11アシストで自己初のトリプルダブルを記録した。3月7日のゴールデンステート・オリアーズ戦では、自己最高の42得点、3月13日のミルウォーキーバックス戦では、 自己最高の17アシストを記録した。その年夏に日本で行われた2006年バスケットボール世界選手権にはアメリカ代表として出場し銅メダルを獲得した。2006から07シーズンにはさらに飛躍を遂げて1試合平均25.0得点4.4アシスト4.2リバウンド1.05スティールを記録した。この彼の平均得点はガードとしては アレン・アイバーソンに次ぐ数字で NBA 全体でも9位だった。FG 成功率も自己最高の47.1%だった。この年の NBA オールスターゲームでは怪我のため欠場したジェイソン・キッドに代わってコミッショナーのデビッド・スターンから指名を受けオールスターに初出場した。ジョンソンの遺跡以降着実に勝率を伸ばしているホークスはプレイオフ進出の決め手として 2007から08シーズン中にナピージーのマイクビビーを獲得。若手選手にも成長の跡が見られ、このシーズン、ホークスは勝率5割を下回りながらも実に8シーズンぶりのプレーオフ進出を果たした。1回戦で第8シードのホークスは第1シードのボストンセルティックスと対戦したが、第7戦まで持ち込むなど健闘を見せた。 2012年7月11日、アンソニー・モロー、ジョーダン・ファーマー、デショーン、スティーブンソン、ジョーダン・ウィリアムス、ヨハン・ペトロに加えて2013年のドラフト1巡目、指名権とのトレードでブルックリン・ネッツへ移籍した。2016年2月25日、ネッツのバイアウトに好意しはーブされた。2016年2月27日、 マイアミヒートとシーズン終了までの契約を結んだ。2016年7月1日、ユタジャズと2年2200万ドルの契約を結んだ。2018年2月8日、ジャズ、クリーブランドキャバリアーズの絡んだ三角トレードで、サクラメントキングスに移籍したが2月11日、キングスからウェーブされた。2018年2月14日、ヒューストンドケッツと契約した。 スリーポイントシューターとしてのイメージが強いが、オールラウンドな才能の持ち主でもある。サイズの割には、ボールハンドリングも良く、ポイントガードとしてもプレイでき、サンズ時代は、スティーブ・ナッシュのバックアップとしても活躍した。ディフェンスも怠らず、個人プレーに走ることなく、チームプレーを重視できる模範的なエースである。ありがとうございます。